皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアサシンクリードシンジケと遊んでいきましょう。さあでですね、今回はベルの工房に戻っていくところからスタート。前回ねちょっとまあ中途半端なところで終わらせてしまってすいませんでした。ここに戻っていきます。ああ、ミスフライ。今、治った電信線で送られてきたメッセージをジェイコブに見せていたんだ。そうそう、あのロープランチャーは君にあげよう。それに彼の分も別に用意してやる。本当によくやってくれた。ありがとう。どういたしまして、ミスターベル。これで公平な報道と言論の自由を守ることができる。自由は素晴らしい。が、自由かつ話が短いともっといい。全く君は辛辣だな。じゃあそろそろおいとましなきゃ。二人の幸運を祈る。また来るといい。いつでもいいぞ。ジェイコブはね、本当になんか偏差値低そうな男性キャラだね。さあこれでシークエンス3、言論の自由を完了。さあ寄り道も済んだところで。あれは誰だ。まさかあんたでも知らないのか。いい列車だね。今彼女にこいつの話を聞いていたところだよ。ネットだ。はじめまして。お邪魔はしないよ。世界最高の交通機関について知りたいことがあればこの住所を訪ねるといい。顔と声と性別が一致しないぞ。なんだこいつは。エデンのかけら探しに戻らなきゃ。スターリックからロンドンを奪い返すんだろう。ターゲットは一体誰だ。今はその時じゃない。骨董品探しでロンドンに来たんじゃない。ダンサーになるならまずはダンスを覚えなさい。へえ、そうやって親父の代役をやるつもりか。必要でしょ。エビ、先駆者の秘宝を見つければテンプル騎士団の狙いもわかるよ。ジェイコブ、スターリックの仲間たちに関する情報を集めておいた。これだ。チュートリアル、ロンドン制圧。次のテンプル騎士団のターゲットを探すには列車の隠れ家にある暗殺ウォールを使う。制圧アクティビティを完了すれば縄張りを拡大できる。協力者アクティビティを完了すれば資金、制作材料、ユニークな報酬が手に入る。暗殺ウォールか。これがその暗殺ウォール。どこに行くか。選択はシークエンス8か4の2択だね。これはもう4しかないわな。シークエンス4、信頼できる素早い治療。ジェイコブとエビーの間に対立が生じた。ジェイコブはエデンのかけらを追うエビーを支持せず、エビーはテンプル騎士団との争いを無謀でずさんな行動だと考えている。2人は別々に行動することになった。ジェイコブはスターリックの鎮静シロップ調査のためランベスに向かい、エビーは先駆者の秘宝を追ってマスターアサシンエドワード・ケンウェイの屋敷にたどり着く。今やランベスで手に入る薬は鎮静シロップだけだ。テンプル騎士団の支部長の名前がついてる。医者に行きたいと思ってたんだ。その件はちょっと後回しね。じゃあ何をするって言うんだ。教えてくれよ。分かってるでしょ。エデンのかけらを探す。勝手に楽しんでくれ。俺はテンプル騎士を倒す。ほいで、マップになったね。ほいで、目的地がどっちだ。どっちか片っぽですね。一杯のシロップ、こっち行くか。んで、衣装がアンロックされてるっぽいね。ロープランチャー、待ってね。衣装を、高いな。7500円。感知速度が 15% 減少する。お金がないので買えません。その代わりにスキルをね割り振っておきましょう。どれがいいかな。カウンターブースト、会場に威嚇、先制攻撃、
高野目さん、スカベンジャー2、ディフェンス1、被ダメージが減少する。これ取っとこうかな。これ大事っぽいな。で、あとはさらに2ポイント。ステルスかな。とりあえずこれでいきましょう。ほいで。銃のアップグレードを推奨。ここでシークエンス4をスタートするのかな。クレートエスケープ。エビーはテンプル騎士団のエデンのかけらの手がかりをつかんだ。お、今夜も一人楽しくお家で過ごすのか。今出かけるところ、エデンのかけらを見つけたの。何の役に立つんだ。病気を治す、弾丸を跳ね返す、人々の心を操ると。テンプル騎士団に利用されたら危険だからよ。言い方が親父そっくりだ。光栄ね。ルーシー・ソンが今夜荷物を受け取る。彼女はオカルト専門家よ。中身はブルースター卿の話していたエデンのかけらかもしれない。楽しそうだ。ついて行ってもいいか。任務に集中するよね。約束する。その箱の中身はあなたとあなたの家族全員の命よりも価値があるの。お分かり？はい、ミスソン。気をつけろ。警備を倍に増やせ。ミスソン、ミスター・スターリック宛ての書類のご確認を。ではこちらへどうぞ。いいわ、でも早くして。あの箱の中身を狙ってるのよ。屋根に重兵がいるな。馬車に着く前に片付けて。楽な仕事だ。待ってね、スキルポイントを輪に振ってあげないといけない。この人もとりあえずディフェンスと、あとはねステルスでいきましょうか。そしたらテンプル騎士の宝箱を探す。あれだよね、ロープランチャーで移動しながら近づいていこう。そこに重兵がいる。こいつは厄介だね。上から殺せるか。よし、残りはそこに3人か。でさらにそこに重兵。こいつも殺しいの。そこにねちょっと大きい人いるね。あいつは顔面だね。まずい。ちょっと待って、銃兵がいた。そう、撃たれるとねこうなるんだよ。ちょっとだけ逃げて、待て、画面が暗い。これねちょっとねカメラワークが強引というか変な方向に行くんだよ。で加えて夜だとねやっぱりちょっと暗いんですね。どうこう、待て、来なさい。でそっちはねそこですね。
これを探査する。見つかったか。それが。おいお前、逃げた方がいい。何をしたの。質問なんかしてる場合じゃないだろ。ちょっと急いで。っていうかさっきジェイコブは何をしていたんだ。もっと安全に走れないの。書類がなくなっちゃう。書類が、それ大変だ。連中か。あいつらをぶっ放していく。避けて。こっち来たぞ。避けて。よし、ヘッドショット。そう、この姉さんね、弾丸避けるよ。この人を殺したい。弾丸避けて。おじさん、次はそっちか。弾切れた。リローディング。弾回避して。忙しいなこのゲーム。そっちリロード。次どっち。そっちか。おいでやす。回避して。さらにリロードかけて殺していく。よし、だいぶやったぞ。行こうか。これで OK じゃない。飛ぶしかなさそうだ。まだ来るか。どうするの。置いていけ。今だ。飛べ。何の話。何の話。列車に飛び乗る。待って。危ない。面白かった。誘ってくれてありがとう。またやろうぜ。最悪。これでシークエンス4クレートエスケープは完了。なんと狩人の街灯をもらいましたね。そうして新しいカーペットを入れて、あとは裁縫師の妹がカーテンを割引してくれてね。ちょっとこうね、豪華になったんだね、電車が。ほいで、一応マントを装備しておくか。スキルポイントは1ポイント。何にもできない。これですね、カリウドの街灯。ステルスがマイナス1になるのか。だったら、アップグレードすると、こうなる？となったら、アップグレードをかけて装備しましょうか。これで OK。結構ね、こうなんかやれることが多いんだよね、このゲーム。制作。装備の制作。一応、くくりとかも作れるっぽいね。ここら辺はお金がないか。で、そしたら次ですね。どうするか。
でね、ついでにこれやっておこうかな。さっきやろうと思ったやつ、シークエンス4、一杯のシロップ。これ多分速攻で終わる系のあれじゃない？ 900m。 どうやってあそこまで移動したらいいの？これね、ちょっとね、画面が暗いな。一段階明るくしていこうかな。ただね、この明るさっていうのが白い感じに明るくなるんですよ。降りることができるのか。いけるっぽいな。どうやっていくあれ。1キロあるよ。1キロ移動するか。ファストトラベルはできるかな。ね、トラベルはできないね。今どこにいるの？今ここか。今ここにいて、ここに行ければいいなという感じ。いっぱいのシロップ。さあ、ようやく着きそう。1キロをね、旅してきました。こいつか。一杯のシロップ。ジェイコブはロンドンを荒廃させている新しい薬を調べ、製造者を突き止めようとする。これをやっていこうか。そんなバカな。スターリックの鎮静シロップは帝国領土の。スターリックの鎮静シロップはここだよ。この人はそのシロップばっかり飲んでるから、空っぽで単細胞のバカになっちゃったのよ。いやいや、この顔は。商売の邪魔をするな。さっさと消えないと痛い思いをすることになるぞ。偉そうに言ってんじゃないわよ、ドブネズミ。何の騒ぎだ。消えろ。失礼します、マダム。あれだって確実になんかね、脳障害かなんか残ってんでしょ。あいつを確保するのか。今宝箱あったな。どっち行った？ここの下にいる。どうやったら、待て、下方向に行ける。あっち行ったな。ちょっとね、上から追っていきましょう。多分合流できるはず。違う子、これあの、たまたまね、あの罠の車があった。イーグルダイブ用の。木で止まるな。そいつだね、確保。なんかね、若干待ってくれてるもん。はい。シロップはどこで作られてるんだ？一日一回の配送のことしか知らん。場所はガスタンクと病院の間だ。ガスタンクと病院の間。卸業者を見つける。 150m、 そっちか。割と近くて助かったな。ここにそのどうも卸業者がいると。売ってるおじさんかな。そいつか、盗む。ただね、周囲にね、めっちゃ敵がいんの。殺していくか。一応煙幕装備して。あ、こいつ強いわ。こいつは強い。こんだけ殴っても全然死ぬ気配ないし、こっちも体力もりもり減るし、薬使って。このでっかいのは強いな。もう一回薬。 OK。
やったね、皆殺し。シロップの元締めが鋳造所で検討クラブを運営してるのか。そしたら元締めを見つけていく。そっちか。その前にちょっと待って、薬を買っていきましょう。薬を頼む。高いな、780円。まあ一応買っとくか。死んでしまっては元も子もない。っていうかね、死ぬとね、このゲームロードがすごい長いんだよね。なのでできればあんまり死にたくはない。そして敵がいる。でここ強いエリアか、レベル5エリア。まずいな。なんかのターゲットがたまたまそこにいたっぽい。待って待って、残り 350m。 ここは分からんな。上方向に飛んで、でそっちはねロープランチャーで移動して、どうもその辺りっぽいね。そこら辺っぽいな。あの工場の中で作ってるのか。80m、 そこだね。この辺りか。ね、仲間のギャングが多分そこら辺にいるはず。一応子分を連れて行こう。仲間になれよ。来てください。こいつね、こいつも来てください。でそこだね、早速いるな2人。チュートリアル拉致、これは前にやりました、知ってます。結構ね、元締めあいつか。元締めを無力化するとシンクロ解除。なかなか強いね、4レベル。とりあえずまあちょこちょこ暗殺しながら行きましょう。あいつに当たるか。よし、やったね。やだ、今の見た。でそこにいるこいつだな。よし、殺して、であとはこいつを拉致れば OK。 よし、拉致った。でこいつと共にエリアから、おいちょっと、アサシンだと思いっきりバレてんじゃん。邪魔。ちょっとね、急いで出ていきましょう。こっちはね、ちょっと、これで連行すれば、いつでもお前を始末できるからな。エリアから出ればクリアか。悪あがきはやめておいた方がいい。オッケー。で尋問すんの。シロップはどこで作られてるんだ、今すぐ言わないと。ぶっ殺しちゃうよ。蒸留所だ、醸造所の横にある。
さあ、怪しいシロップは二度と作れないようにしてやるか。さあ、これでシークエンス4一杯のシロップ完了。チャレンジが敵に気づかれない、気づかれずに情報を盗む、これがあったのか。ブラスナックルがアップグレードかな。さあ、ではですね、今回一旦こだわりにして、また次回はシークエンス4ケーブルニュース、ここに挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしていてくださるととても嬉しいです。ではね、また次回アサシンクリードシンジケートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。